もう一回チャンスください。こんにちは、僕たちが全員3年生のバンドトライアルナンバーです。初めましての1年生もいるかな。初めまして、いやなんか聞きなじみのある声が3年目ともなると聞こえるんだけど、わかるんだけど、ツーライブということで、ね、
なんか、で、なんか、その、梅雨ライブだなと思って、今日朝起きた時に雨降ってて、これはいいなと思って、梅雨ライブにしっかり雨降ったねみたいな話をしようと思ったら、一番止めのなんか、村吉っていう人たちに言われてしまって、俺は言ってないよ。そう、あいつが言ったの、川田が、俺言ってないよ。毎回やる川田のリアクションをまた求めることになるけど、梅雨、そうだな、梅雨なんかあるかな。あの、アジサイがすごい好きです、僕。高橋、鎌倉行こう。鎌倉行く。めっちゃカメラ、いいカメラ持って一緒に行きたいところですけれども、あの、梅雨、雨降ると、すっごいすっごい、なんだろう、気分いい人いるの？わかんない、なんか。それは別の問題なのか、なんか、ね、梅雨の時期になって急にタイムラインが荒れたりしてない？ツイッター？そう、ツイッター。なんで？え、なんかみんな、うつだうつだみたいな。雨降ると気分が悪いでる。バスの風いつもそうだよ。それ、もうあれそれじゃん。先輩だったら確かに。あの季節ごとの MC が全部なくなっちゃう。うんと年間で見や年間で年間でまあなんか年間でなんか鬱になってる人が多かったんでまあでも人生ってそういうもんじゃないですか皆さん。おお、お、なんか久しぶりにこうなんか26人書きが何を語るんだ。まあ大体そうなんだけどみんな年下か。うんとまあ人生頑張っていきましょうっていう、なんだろう、違うよ、違うよ、頑張ってもらう。頑張ってください。じゃあなんか、大小悩みはあると思いますが、人生楽しんでいきましょうということで、このライブも最後まで楽しんでいきましょう。どうぞよろしく。そんな人生の中で喧嘩とかしたことある人、はい。え、みんな喧嘩したこととかないですか？何を切り上げたの？やらない、仕事だ。寝にするつもりない。あの、そんな人生の中で喧嘩を多く、1、2回しかしたことないんですけど、その1回目の喧嘩した時に苦しくなって作ったオレンジという曲やります。Thank you.
Thank you.
めっちゃ冷静じゃないですか。しっぽりセットリストだからね、今日。間違いない。うん、ね、ちょっと心機臭い感じになっちゃって、梅雨ライブだけにもね。ネッチどこ行きたいな。ネッチどこ行きたいか。なんで急に旅先問われてるの。いろいろ行きたい、いろいろ行きたいですよね。バリ島とか行きたい。行きたいじゃん。ここまで聞いてる。久しぶりです、先輩たち。今日来てくれてありがとうございます。4年生出てくれてありがとうございます。めっちゃコビ言ってるんじゃなくて、もうめっちゃありがたいんですもん。今日久しぶりに会って、久しぶりに、めっちゃ嬉しいですもん、本当に。思い出すとすごいなー、去年よかったなんて思っちゃったり、すごい良かったです。思い出しました。よし、整ったのか、行きたいな。整った、整った、備え、備え、え、引退みたいな。そんな別に声聞かないとよくない。あの、雨上がってるみたいなんで現役行けましたね、よかったな。そうだろ、うん、お前が上がらせた。俺が上がらせたに違いない。音でいいバンドですね。気持ち悪い、気持ち悪い、音で言うな、お前。あの最後、最後ね、次最後なんだよ。あの最後、僕がね、あのバイト先で、あの今は違うんですけど、蕎麦屋で働いてた時に一番見習いで、土着と土着と失敗して、そこで失敗して、帰りの電車でなんだよあの店長みたいな感じで作った曲をやるんですけど。行きたくなかった。あの最後そのね、ちょっとだけ、ちょっとだけ早い曲ね、今日ちょっとしっぽりしっぽりしたセットリストだったから、あれだけど、ちょっとだけ、ちょっとだけ早い曲なんで、特に前にいる人とかも後ろにいる人たちも全員巻き込んでね、ちょっとだけね、なんだろう、ちょっとだけあの体を踊らせて、ぶつかるでもいいし、ぶつかる、まあ後ろは危ないから、あのみんなで僕の失敗とか、あと梅雨の憂鬱とかを吹き飛ばしたいんですけど、皆さん盛り上がる準備はできていますか？声聞かせてください。ちょっとごめんね、急だったね。もう一回声聞かせてください。盛り上がる準備できてますか？
緊張しとくかみたいな子たちも本当にどうもありがとう。あのこの曲やって帰りたかったので本当に嬉しいです。教えを見てだそう。ネッチがネッチが一人で歌った曲もあるからまだ。それもだけど。あと二三曲あるから。その話はするんじゃないよだから。全部やっちゃえ。あのねこんだけ。やめやめ OB の話OB とかね、あの1年生たち分かんないかもしれないけどすごいいい人たちがもう OB の中でもめっちゃいい人たちが来てるじゃない。誰が悪いじゃあ いい人みんないい人だけど話しやすいねみんなね今日の人たちだから芸人とかでもガンガン話しかけちゃっても全然怒られないと思う。そのね、切られたりしないと思うけど、あの本当に昨日今日となんかみんな本当に音楽楽しそうにやっててなんかすごいいいなって思うと同時に今ここでライブやっててもすっごいすっごい楽しいです。でありがとう。あのでおばさんの人たちちょっとだけ聞いてみる。いやそう、あのおパス入ってよかったなって今思ってるんですよ。すごい、なんか1年生2年生たちも本当に数あるサークル、音楽サークルの中からおパス選んでくれて本当にどうもありがとう。1年後2年後ここに立って、まあ本当に3年生になって本当におパス入って間違いなかったなって思えるように僕たちも楽しいサークルにしていこうと思うんで最後までみんなで楽しんでいきましょう。短い間ですけどよろしく。
は見えないけど、梅雨ライブだけど、パーってこれで雲が晴れて星がちょっと眺めたらいいなと思います。この最後の最後、本当に早くて楽しい曲、暴れる準備はできてますか？頑張って。